リズムでいいんですよ。今の打ち方説明してるときに横倒れになっちゃってあれなんですけど、横倒れになったら右から押すと出目殺しちゃうんで、左リール狙いましょう。楽しむためにジャリー、この時に出るリーチ目なんですけど、バーが下段に止まった時スイカ外れてリーチ目です。4号機でサンダー好きな人から言わせたら邪道なんですけど、逆押しって。でも初めて4号機とか触ったことがない人が初めてサンダーを打つ時に、まあ、簡単な打ち方からやっていった方がいいと思うんですよ。で横号が鳴った時、今鳴ったんですよ、鳴った時だけフェアリール好きなとこ狙う。あとチェリーフォローしますよ。チェリーとスイカは僕はやっぱ赤縄ですね。あー、一番いいのはね、赤縄が下段に止まってショートですよ。投手が一番楽しい。